プロポーズをされて喜びもつかの間、実は彼氏が既婚者だったと知ったとき、あなただったらどうしますか？今回は既婚者だった元彼に復讐した結果、元彼の家庭は完全に崩壊し、彼の愛娘が永遠に失われることとなったというお話です。1年以上付き合った彼氏からプロポーズまでされたのに、実は既婚者だったって信じられる？許せなくて復讐したら元彼の家庭がとんでもないことになった。壮絶な結末になったので、厄落としか帰国することにした。え、既婚者なのにプロポーズ？どうして世の中には一定数このようなバカが存在してしまうのだろうか。それの復讐話は大好きだ。酒のつまみになるやつ期待してるで。相手を離婚させた？とかじゃ普通すぎるよな。もしや、お主、やったのか？やってやったのか？勝手に殺人犯にすんなや。でも、音信不通になったのは否定しない。一応やつが生きてるのだけは確認済み。普通の婚約破棄で終わらなかったことは分かった。一体何があったんだ？詳細聞かせろください。今から3ヶ月くらい前のことになるんだけど、仕事から帰って、アパートの郵便受けを確認したら一通の手紙が入っていた。まあ、その手紙が悲劇の始まりだったんだけど。え？不幸の手紙？3日以内に5人に同じ内容の手紙を書けっていう？ごくり。ちょ、しょっぱなから話の腰おるな。でも、不幸の手紙懐かしい。社会人になって受け取るとかレアすぎる。さすがにそんな可愛い手紙じゃなかったよ。手紙の差出人は、元彼の妻だった。あ、だから既婚者ってわかったのか。納得。手紙を受け取ったタイミングも最悪でさ、前日の日曜にデート先でプロポーズされて、仕事始めの月曜日だったけど、憂鬱さも一切感じないくらい浮かれてたよ。過去一最高の週の始まりだったんだ。けど、手紙のせいで一気にどん底に落ちた。うわぁ、まさしく天国から地獄だな。過去の一致にご冥福を祈っとく。嫁からの手紙ならいい内容じゃないのは確かだな。何が書かれてたんだ？中には1枚の便箋と隠し撮りされた写真が3、4枚入ってた。便箋には、私はあなたが手を出してる男の妻です。あなたの行っていることは不貞行為です。もう二度と夫には近づかないでください。連絡も取らないでください。人の男に手を出してただで済むと思わないで。あなたには慰謝料として、100万円請求します。いつでも訴える準備はできています。逃げるなんて許しません。と、強気な内容が書かれており、便箋の裏にご丁寧に振込先まで書かれていた。女名義の口座のようだったが、名字が元彼と同じで手紙の信憑性が高まった。急いで部屋に駆け込み、震える手で元彼に電話をかけた。もしもし、一致通し。ちょっと、どういうこと？あなたの妻っていう人から手紙が届いてるんだけど。え？あ、その。嘘だよね。だって、昨日プロポーズしてくれたよね。その、ごめん。信じらんない。なんで騙してたの？私をからかって遊んでたの？いや、そんなつもりじゃ。じゃあ、どういうつもりよ。婚活パーティーに独身と偽って参加しておいて、最初から騙すつもりだったんじゃない。なんで騙された私が払わなきゃいけないのよ。よ、嫁にはちゃんと、俺一人が悪くてエッチは何も悪くないって言ったんだけど、肉体関係もあったんなら絶対許さないって、慰謝料取るって話聞かなくて、ごめん。そっちの事情なんて私には関係ないわ。ちゃんと説得しなさいよ。私は払うつもりなんて一切ないから。もう関わりたくない。さようなら。そう言って一方的に電話を切り、元彼の連絡先を即刻削除した。知らんかったもんはしゃあないのにな。でも、向こうの嫁が怒る気持ちはわかるな。この様子だと元彼は尻に敷かれてるから、嫁を説得できる気がしないな。連絡先消しただけでもナイス判断。これ以上関わったらダメなやつ。だけど元彼と連絡が取れなくなるだけで、何の解決にもなってなかった。と言いますと？既婚者だったことを隠し、なぜかプロポーズをしてきた元彼。騙されていたのは一致と分かっているのになぜか慰謝料を請求してくる元彼の嫁。理不尽な仕打ちに手紙を無視し続けた一致だったが、事態は思いもよらぬ方向へ進んだ。絶対に払ってやるもんかって思って何度手紙が届いても払わず無視してた。だけど、一週間ほど経つと同じ内容の手紙が何通も届くようになっていた。しかも、元彼が作ったんだと思うけど、会社にも直接手紙が届き始めた。だんだんと手紙の文面も荒くなり、内容がエスカレートしていった。無視するな。何様のつもりだ。人の男に手を出した罪を償え。今すぐ払え。散々手紙で催促しているのにお前が無視し続けるなら、こっちにも考えがある。宣言通り、嫌がらせが始まった。毎日何十通も届くようになり、アパートの郵便受けからも溢れるくらいになっていた。
会社にも大量に届いてるから、上司から呼び出され、早く警察に行くことを勧められた。仕事中、大家から他の住人から苦情が来たので手紙を片付けてほしいと連絡が来たこともあった。毎日届く大量の手紙のせいで、次第に自分が疲弊していくのが分かった。仕事は休みだったが、外出する気にもなれず、部屋に引きこもることが続いていたある日、水道料金の支払いを思い出し、しぶしぶアパート前のコンビニへと向かった。5分もかからずにアパート内へ戻り、自分の部屋に戻る途中、ふと、部屋の前に何かが散らばっているのが見えた。見ると、ポストに入っていた手紙と同じものだったが、よく見ると消印がなかった。消印なしの手紙が、部屋の玄関ポストから溢れるほど詰め込まれている光景に唖然。さっき家を出る時には当然なかった。コンビニに行ったわずかな時間を狙って、元彼の妻がわざわざ部屋まで入れに来ていたということだ。行動を監視されている恐怖に背筋が凍り、私は次第に精神的に追い詰められていった。ひえー、怖。スレ読んでただけなのにゾッとしてきた。ホラー展開は及びでないんだが、過去の話とはいえ、無事だったんだよな。元彼の妻を名乗る人間からの嫌がらせは日に日にエスカレートしていき、イッチは精神的に追い詰められていく。ひよこ民たちも思わず戦慄する中、この後、さらなる恐怖が待ち受けていることなど、誰も予想だにしていなかった。憂鬱な毎日を過ごしていたけどさすがに今回は嫌がらせの度が過ぎてる。数日悩んだ末、警察か弁護士に相談しに行こうと思った矢先。帰宅途中に通る公園で元彼が待ち伏せていた。じゃあ、そこへ、なんでいるの？私も同じこと言ったよ。イッチ、やっと会えた。なんで俺からの連絡を無視するんだ？あなたの奥さんから連絡するなって言われてすぐに連絡先を消したの。二度と会うなって言われてるのになんであんたが来るわけ？意味わかんない。それより、奥さんをさっさと説得してよ。毎日毎日、迷惑なんだけど。大家さんからも連絡来たし、会社でも上司から呼び出されるし、もういい加減にして。ブチギレる私の予想に反して、元彼はどこか冷静だった。嫁には何度も言ってるよ。俺が悪いって。でも、全然俺の話を聞かないんだ。なんとかしなさいよ。もう嫌なの。奥さんは被害者かもしれないけどやりすぎよ。嫁は思い込みがちょっと激しくて、俺もついていけないと思い始めてたんだ。それで、嫁とは離婚しようと思ってる。だからさ、イッチ、俺たち結婚しよう。は？何言ってんの？一度は結婚を約束した仲だろ。それに俺たち、結構相性いいと思うんだ。ほら、趣味とか好きなものだって同じだったじゃないか。体の相性だってさ。そう言っていやらしい笑みを浮かべる元彼。嫌悪感と同時に怒りがこみ上げてきた。ふざけないでよ。あんたと結婚なんて、まっぴらごめんだわ。既婚者ってことを隠して騙してきた奴と結婚なんてするわけないでしょ。頭おかしいんじゃないの？また騙されるかもしれないのに。バカにしないでよ。イッチ、悪かったよ。もう嘘はつかないって約束するから。だからさ。そう言って元彼は一歩一歩、こちらに歩み寄ってきた。だけど体が動かない。目の前にいるこの男がまるで宇宙人のようだ。全くこちらの言葉が通じない。怖い。怖い。恐怖で足がすくむ私の目の前で、元彼は私を抱きしめようと手を広げ、また一歩近づく。その時、彼の靴が砂を踏みしめる音が大きくなったおかげで、体に感覚が戻った。来ないでー。ドン。うわー。体に触れる直前で、元彼を力いっぱい突き飛ばした。完全に不意打ちだったので、元彼はバランスを崩し尻餅をついた。触らないで。よりを戻すつもりなんて絶対ないから、二度と待ち伏せなんてしないで。そう叫んで、元彼を置き去りにしてその場から走り去った。だけど、このまますぐに家に帰る気にはなれなかった。先ほどのことで体はまだ震えていたので、ちょうど視界に入った喫茶店に寄ることにした。一時間ほど過ごしたので気持ちもだいぶ落ち着いた。元彼にまた会いたくなかったので、遠回りをしてアパートに帰ることにした。アパートのポストからは、相変わらず手紙が溢れており、しぶしぶ回収し部屋に向かった。部屋のポストにも一通だけ、消印のない手紙が入っていた。うんざりしながら開封すると、中には、会うなって言ってるのにふざけるな。しかも、夫を突き飛ばすとか何考えてんだ？勝手に会いやがって、慰謝料を増額してやる。突き飛ばされて夫が怪我したから、この分の慰謝料も請求するから絶対に払えよ。200万を1週間以内に振り込め。この期限を過ぎたら分かってるんだろうな。それと、先ほどの公園で隠し撮りをされていたらしい。私と元彼が口論している写真と、元彼を突き飛ばしてる写真、その後走り去る写真が、同封されていた。公園での元彼から感じた恐怖が消え去る代わりに、堪忍袋の尾が切れた。スマホを手に取り、急いで弁護士の事務所を検索し、電話をかけた。最短で予約を取り、
翌日仕事を休んで事務所に駆け込んだ、といったことがありまして、これが届いた手紙です。なるほど、お話を聞きましたが、支払う必要はありませんね。ここまで過激ですと訴えることもできますが、もっと確実な証拠が必要ですね。それに費用や時間と労力もかかります。そうですか。訴えるのはちょっと、考えさせてください。一致さんのご判断に従います。訴えるとなれば全力でお手伝いしますよ。ただ、まずは被害届だけでも出しておく方がいいと思います。独身だと偽って、婚活パーティーに参加するのはかなり悪質ですから、メッセージのやり取りで、既婚者だと知らなかったことは証明した方がいいですね。LINE を遡ってみても、既婚者だと言われたことは一度もないです。明日、自宅にある手紙と LINE の履歴印刷して持ってきます。はい、お待ちしています。新しく届いた手紙があればそちらも忘れずお持ちください。それから被害届を出すために自宅に戻り、手紙や写真を箱にまとめ、LINE の内容を確認していた。その時、知らない番号から電話があった。出ると思いもよらない相手で非常に驚いたが、話を聞くうちにだんだんと怒りがこみ上げてくる。この電話がきっかけで、私は元彼に復讐することを決意した。きたー。電話の相手誰かわからんがグッジョブ。目にもの見せてやれ。電話があった日から数日後、私はファミレスに元彼とその妻を呼び出した。やっと払う気になったんですね。振り込み手数料をケチるために、わざわざ呼び出したんですか？まあ、金額が金額なだけに仕方ないですよね。何を勘違いしているのか知りませんが、あなたのおっしゃる慰謝料は支払いません。はぁ？何言ってんの？何度も同じこと言わせないで。不貞行為したんだから払いなさいよ。私はあなたの夫に騙されていました。だから払う必要はありません。あなたはご自分の夫に慰謝料を請求してください。むしろ私は被害者です。ごちゃごちゃうるさいわね。あんたが言い訳しても既婚者との不貞行為の事実は、揺るがないんだから被害者は私よ。さっさと払いなさいよ。ケンケンわめく妻と居心地悪そうに喋らず目も合わせない元彼。これが彼らのやり口か。じゃあ、別の言い方をします。あなた方の行為は詐欺です。だから払いません。何言って。言いがかりよ。俺が不倫しただけでなんで詐欺になるんだ？さっきまでとは打って変わって、急に慌て出す二人。今までも同じように彼に不倫させて、不倫相手から慰謝料という名目で、お金を騙し取ってたんでしょ？だから、意味不明なこと言わないでよ。残念ですけど、あなた方が詐欺行為を行っている証拠があるんです。は？そう言って私はボイスレコーダーを取り出し、再生し始めた。あの女、イッチだっけ？結構粘るわね。他の女は一週間も経たずにすぐ払うのに、結構給料もらってるんでしょ？すぐポンって払えるくせに、ケチな女ね。そこそこ貯蓄はあるって言ってたけど、プライドが高いからまだ粘るかもしれないな。はぁ、次不倫相手選ぶときは、もっとアホそうな女にしなさいよ。いや、俺だって選ぶ権利あるだろ。頭も股も緩い女は病気持ってそうだし。何贅沢言ってんのよ。女だったら誰だっていいのよ。こんな女遊びに寛容な嫁って私くらいなのよ。早くどうにかしなさい。あ、否認だけはちゃんとしといてよね。娘に腹違いの兄弟とか絶対にいらないから。はいはい、ちゃんとわかってるって。ははは。録音はここで終わりだが、二人を黙らせるには十分な内容だ。妻は顔を真っ赤にし、元彼は顔面蒼白だ。誰がどう聞いても詐欺の計画ですよね。こんなの知らないわよ。私じゃないわ。俺も知らない。こんなこと話したことない。あからさまに動揺してるくせに、しらばっくれる二人。あなた方の会話なのに知らないと言えば話が通ると思ってるんですか？知らないものは知らないんだから。もういいわ。許してあげる。あんたはもう慰謝料払わなくていい。これで話は終わりね。さ、もう用はないから帰りましょ。え？ああ、そうだな。そそくさと身支度を整え、店を出ようとする二人。逃がすものか。待ってくださいよ。この音声誰がしたのか、気になりませんか？え？提供してくれた方にも来てもらってるんです。こっちに来てもらっていいですか？そう言って少し大きめの声で呼びかけた。二席ほど離れたテーブルから一人が立ち上がった。私が見ている方向に二人も目を向けた。え？私が呼んだ人物は元彼の中学生になる娘だ。予想外の人物すぎるだろ。お父さん、お母さん、もうやめようよ。私、全部知ってるの。全部聞いてたから。私これ以上、お母さんたちに悪いことしてほしくない。ずっと言いたかった。小さい頃から変だって思ってた。お母さんはお金がもらえたら、お父さんが他の女の人と仲良くしててもいいの？お父さんはお母さん以外の女の人といる方がいいの？子供は何も知らなくていいのよ。余計なことよ。口出さないで、家に帰りなさい。
今日のことも、これまでのことも忘れるんだ。いいな。また喋ったら許さないぞ。二人は娘を店から追い出そうと掴みかかった。バン、いい加減にしなさいよ。あんたたちの娘よ。あんたたちのクズな行動の一番の被害者よ。それを自分勝手な理由で話も聞かず、追い返そうとするなんて。ほんと毒親だわ。自分の親の罪を告白するなんて、どれほど勇気がいったか。少しは黙って聞いたら？それに、周りの人たちもあんたたちがこのまま店を出ることも、娘を店から追い出すことも許さないと思う。はっと二人が周りを見ると、この騒ぎのせいで店中から白い目が向けられていた。二人はおとなしく座り直し、彼の娘は私の隣に座った。親がクズすぎて娘が不憫でしかない。こんな奴ら親と呼ばないといけないなんて虫図が走る。まだ中学生なのに。でも、娘のおかげで詐欺だって分かったから、イッチにとっては救いの神だな。彼女の手助けがなかったら、ここまで強気に出ることもできなかった。彼女にとっては辛い選択だったと思うけど、本当に感謝してもしきれないよ。イッチに救いの手を差し伸べたのは、まさかの人物、元彼の娘だった。彼女のおかげで、堂々と詐欺と言い切ることができ、元彼夫婦を論破することができた。復讐の舞台は整った。この後、詐欺夫婦にどんな制裁が待ち受けているのだろうか。さあ、思っていることはこの際すべて話して。大丈夫、私が守るから。私の言葉に促されて、元彼の娘は恐る恐る言葉を口にした。わ、私はもうお母さんとも、お父さんとも一緒にいたくない。さっき二人を見てわかった。二人の中の私は何も知らない子供じゃないとダメなんでしょ？私もう中学生だよ。いいことも悪いこともわかる。お母さんたちのやってることは犯罪だよ。人に嘘ついちゃダメって、幼稚園児でも知ってるよ。なんで大人なのにそんなことするの？私にはお父さんとお母さんが何を考えているのかわからないよ。だから、もう一緒に暮らしたくない。ふん、ガキのくせに生意気ねえ。あんたはまだ子供よ。暮らしたくないって言われてもね。一人じゃ暮らしていけないだろ。ほら、父さんも謝るからさ。これでいいだろ。別に養うのは両親じゃなくてもいいんだよ。大人のくせに知らないの？え？前からおばあちゃんに言ってたんだ。私、おばあちゃんと暮らしたいって。そしたら、おばあちゃんすぐにいいよって言ってくれたの。それでこの手紙、はい。ほうけ顔の二人にカバンから取り出した封筒を差し出す娘。封筒の表面に書かれていたのは、絶縁状。あんのクソババア。後で元彼の娘から聞いた話だが、元彼の嫁は自分の両親との折り合いが悪く、高卒と、同時に家を出て連絡は必要最低限にしていた。原因は両親が軽蔑するほどの金への執着だそうだ。たとえ100円であろうとも、返すときに色をつけないと激高し暴れ回り、一度借りると返済するまで毎日のように、まだ返してくれないの？と催促する始末。毎日自分の貯金箱の中に入っているお金を数えては、1円でも足りないと包丁を持ち出し、泥棒、金返せ、と叫び無理やり、親の財布から差額を抜き取ったらしい。両親も毎度泥棒扱いされるのが嫌になり、高卒と同時に彼女に一人暮らしを勧めた。引っ越し代、家賃を両親が払うという条件でやっと家から出て行ってくれたそうだ。電話代をケチるために自分から連絡せず、里帰りも一切しなかったが、出産のため、祖母の家に滞在したことを機に自ら電話をかけるようになり、毎年里帰りしていた。しかし、娘が中学に上がる頃、子供料金じゃなくなるという理由で帰省しなくなった。娘は自分のお小遣いで、毎年一人で祖母を訪ね、両親のことを相談していたらしい。お父さん、お母さんにはもう二度と会えなくていい。私も、おばあちゃんもあなたたちと縁を切ります。待ちなさいよ。遺産が、あのババアがくたばったら、私がもらえるのよ。俺は嫌だ。親子なんだから、一緒に暮らそう。謝るからさ。今になって娘をなだめようとしていたが、時すでに遅しといったところだろう。娘の両親を思う気持ちはとっくの昔になくなっていたんだから。わめき続ける大人二人をどう黙らせようか考えていると、数名の男がこちらに近づいてきた。娘は毒親と縁切って大正解。中学生でも、自分で決められることはあるもんな。最後の男たちはもしやや、が、つつもたせに引っかかってたとかなら最高。そのまま、海とかに沈めてくれれば、世の中が少し平和になるかも。ちょ、賛成ではあるけど、いや、が違う。マナ娘からの絶縁宣言に動揺する詐欺夫婦。そんな彼らの前にさらなる恐怖が迫り来る。突如、死神のごとく目の前に現れた男たち。果たして彼らの正体は？ちょっとよろしいですか？え？誰ですか？警察です。警察と名乗った男性が警察手帳を見せた。驚愕の表情のまま固まる二人に、警察官は話を続けた。
あなた方二人に逮捕状が出ています。元彼さん、あなたは詐欺容疑で、嫁さんは恐喝未遂容疑で逮捕します。お二人とも速やかに同行願います。嘘でしょ。なんで？あ、謝るので、許してもらえませんか？さっきから謝ったら済むと思ってるのくさ。話は署で聞きますので。警察の有無を言わさぬ態度に、二人はさらに焦る。あの、いや、勘違いだと思うんですよ。多分俺、いや私じゃないと思います。何もしてませんから。私は何もしてないです。夫に言われて無理やりだったんです。お前は、私の方が無理やりやらされてました。信じてください。本当です。はぁ？ふざけんな。お前はいい思いしてただけだろうが。そういうお前こそ、俺を金稼ぎの道具としか見てないだろうが、俺の方が被害者ですから。お前ら、いい加減にしろ。これ以上は時間の無駄だ。抵抗するなら容赦しないぞ。ひぃぃ。これ以上は店にも迷惑だ。早く外へ出ろ。すみませんでした。二人は半泣きで警察官に両脇を固められながら店を後にした。プラー、なんという飯うま。いや、座ではなかったが、これはこれでよし。こんなタイミングよく逮捕されるとはな。ここまで織り込み済みだってことか？まあ、そういうこと。元彼たちとファミレスで会うことは伝えてたし、折を見てきたんだと思う。実は、数日前の知らない番号からの電話は元彼の娘で、祖母から両親の詐欺行為について、私に事情を説明するように言われたらしい。連絡先は父親のスマホに毎回、カモという名前と出会った日付で登録してあるので、すぐに今のカモが分かったそうだ。もしもし、はじめまして、私元彼の娘です。突然のお電話で驚いたと思います。あの、どうしてもあなたにお伝えしたいことがあって連絡しました。今から流す音声を聞いてもらいたいんです。お願いします。え？あ、はい。どうぞ。ありがとうございます。電話で聞かされた音声は、私が店で詐欺夫婦に聞かせた音声。もともと彼女が私に聞かせるために録音してくれていたものだった。最初聞いた時は衝撃的すぎて、言葉が全く出なかった。あの、私から謝らせてください。私の両親がご迷惑をかけてすみませんでした。え？あなたは全然悪くないよ。悪いのはどう考えてもあなたの両親だけ。あなたが私に謝る必要は全くない。むしろ、二人が嘘つきって教えてくれてありがとう。私にできることはこれぐらいしかないので、本当は両親がこんなことするの止めたいんです。だったら、二度とこんなことする気が起きないように警察に捕まえてもらう？え、あ、そうですよね。その方がいいですよね。おばあちゃんと一緒に、警察に行こうと思います。あなたたちは行かなくていいよ。私が代わりに行って、捕まえてほしいって頼んでくる。警察にお願いしに行ってもいいかな？はい。私もお手伝いします。おばあちゃんも協力してくれると思います。ありがとう。詳しいことはまたすぐ連絡するから、一旦電話切るね。おばあ様とも後でお話しさせてね。はい。連絡待ってます。元彼の娘との電話を終えると、私は相談している弁護士に電話をした。もしもし、私決めました。あの夫婦を刑事告訴します。それからは弁護士の指示のもと、証拠集めを徹底した。まず、元彼の詐欺の証拠だけど、結婚資金として何度か彼の口座にお金を振り込んでいた。振り込んだだけでは詐欺にならないが、振り込まれた金はそこから彼の妻の口座に、移されていたようだ。娘に頼んで、通帳に記帳されたデータを確認してもらい、写真を送ってもらったことで発覚した。言い逃れはできないだろう。同じような金額が私の振り込みの前にもあったので、同じことを繰り返すイコール悪質と判断されるはずだ。妻からの脅迫まがいの手紙は内容が過激だったのでこれ自体が十分な証拠となった。アパートや会社にも苦情が来ていたので、これもかなり悪質と判断されるはず。集めた証拠をもとに弁護士を介して、二人に対して刑事告訴を行った。それから間もなく、警察に提出した証拠が決め手となり二人に逮捕状が出されたのだ。その後、警察に連行される二人の後を追うように、私も元彼の娘も店を出た。二人はパトカーに乗り込む前だったが、彼らを連行した警察官に頼み少し時間をもらった。今後のやり取りは弁護士を介すので、彼らと顔を合わせるのは今回で最後だろう。二人は私を見ると泣きながら懇願してきた。お願いします、許してください。お金ならいくらでも払うんで、お願いですから。一致頼むよ。俺ら全部見せ合った仲だろ。頼むよ。彼氏が犯罪者なんて嫌だろ。金で解決できるなんて思わないで。二度と同じことができないように、前科をつけてあげる。あんたたち夫婦を社会的に抹殺してやるわー。いやー。さすがに二人が発狂したのですぐに引き離され、二人はパトカーに押し込まれた。夫婦は自分たちの娘がずっと私の横にいたのに、一言も声をかけず、一度も視界に入れなかった。そんな人たちでも、彼女にとっては親なのだ。
涙をこらえながら両親を見つめる姿に胸が痛んだ。二人の逮捕は喜ばしいことだが、助けてくれた彼女を犯罪者の娘にしていいものだろうか。一週間ほど、両親の呵責で悩んだが、結局、私は示談に応じることにした。豚箱に一回ぶち込んだだけでも、多少誘因は下がった。それに、交流中の取り調べで二人ともこってり絞られたようで、祖母と娘が身元引き受けに行くと、二人ともやつれ、正規も失われており、かなり老け込んでいたそうだ。邪魔ー。イッチは優しすぎる。だが、娘に罪はないのも事実だ。結果オーライでいいんじゃないかな。ちょっとは更生してるかもだし。更生してるかは不明。出所後、二人は離婚済み。ただ、示談金の振り込みはあるから生きてはいる。二度と関わりたくないから、これぐらいの生存情報で十分だろう。そうそう、知らないところで勝手に苦労しててくれればいい。優しすぎるわ娘ちゃんからも言われた。苦笑いで適当にヘヘヘって返しといたけど。でも、祖母にはバレてて、娘ちゃんがいないタイミングで。孫のためにありがとうございます。おかげであの子は犯罪者の娘じゃなくなりました。あ、お気づきでしたか。娘ちゃんも私と同じ被害者ですからね。バレバレだったことがかなり気恥ずかしかったけど、夫婦に制裁を加えられたから、個人的には大満足だったよ。一致が満足なら、それで正解だったんだよ。娘ちゃんも毒親から解放されたし、これ以上ない大断念だよ。そうそう、恨まれてたら出所後にお礼参りの可能性もあったからな。うわぁ、物騒なこと言うなよ。ちょっとほっこりしていた気持ちが一瞬で泣いたわ。スレで役落とししたし、まあ大丈夫でしょ。さ、次の出会いを求めに行ってくるかな。次は変な男に捕まらないようにな、一応応援しとくわ。ありがとう、次は会った瞬間既婚者ですかって聞くようにする。詐欺師が詐欺師ですと言うとは思えんが、聞かないよりマシだな。いかがでしたか？今回は既婚者嘘つき男とその妻を見事に撃退し、結果として毒親に囚われていた娘を救出することができました。このハッピーエンドにはひよこみんも大満足でしたね。今回は詐欺師であり毒親な夫婦が登場しましたが、あなたにも毒親エピソードがありますか？された思い出、してしまった思い出、人から聞いた話がありましたら、ぜひコメント欄で言いたいことを吐き出してスカッとしていってくださいね。このチャンネルでは、女性の身近に潜む問題をスカッと解決する話を配信しています。スカッとしたい方はチャンネル登録で次の動画もお見逃しなく。ひよこみんのつぶやき。毒親の子供だから自分はもうダメだと考えるのは早計だっぴ。過去と親のことばかり考えずに、自分の現在と未来に目を向けるっぴよ。